グライヒエンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン郡に属す、町村である。クビユーは、ラインハウゼン地区である。町の名前、グライヒエンは、ゲリーハウゼン地区近郊にある二つの山、ディー・グライヒエンにちなんだものである。自治体グライヒエンは、ゲッティンゲンの南東、ルーダーシュタットの西南西、ハイルバーとハイリゲンシュタットの北北西に位置している。町内の地区の多くは、 ガルテ川や、例えばラインハウゼンでは、ベンデバッハ川といった小川に面している。これらの小川は、ラインネカワウガン、すなわち東側の支流である。町域の中央部、アッペン道で、ベッテン道で、ゲリーハウゼンといった地区の間に高さ430メートルの二つの山、ディーグライヒエンがある。この二つの峰にはかつて城塞が築かれ、現在もその遺構を見ることができる。町内の 各地区には、例えば連邦道 B27 号線から東に分岐する州道を経由していくことができる。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1650年頃の D ・グライヒエム・グライヒエムの町内地区配置この町は1973年の市町村再編に伴い16の集落が合併して形成された。首笛はラインハウゼンである。 グライヒエンの町下界は24議席からなる。マンフレート、クールマンは2014年から町長,長を務めている。グライヒエンの町の紋章は銀字に2つの緑の丘。右の丘には強壁のある赤い格闘、左の丘には青い戦闘屋根をいただく赤い円筒が描かれている。グリム兄弟、バルトビューネブレム家では毎年、子供向けの童話演劇祭が開催される。 開催期間は5月半ばから9月半ばまでである。このバルトビューネは1949年に住民たちによって建設された。アカデミーバルトシュレスヒエンの南、森の中にフルクトシュタインがあり、傍らの多くの木と共に1936年に自然文化財に指定された。ここにはかつてラインハウゼンのベネディクト会修道院のものと伝えられる世がある。修道士、 ハインリヒフフナーゲルが1385年頃に聖墳堀礼拝堂を築き、ここで飲酒主として暮らした。ラインハウゼン近郊にアカデミーバルトシュレスヒエンがある。ありがとうございます。